おいみんな、気をつけて頑張って行ってくるんだぞ。辛くなったら小さく兄ちゃんのこと思い出してくれよな。今日は伊豆ちゃんの子供たちワクチンの接種しに行くんだって。昨日はニコラくんだったけども、今日はこの子たちが獣医さんのとこに行って張り切ってワクチンを打ちに行ってくるらしいよ。小さく兄ちゃんもついてきたかったけど、もう定員オーバーだから来ちゃいかんって言われとったから、あなたたちだけで頑張って行ってきなさいよ。あら、カメラ目線でいいじゃない。はい、というわけで子犬ちゃんたち獣医さんとこ着いたみたいです。あ、ご紹介遅れました、ジェイソクです。今健康診断やっとるところ、関節とかこれたまたまを見たりとか、心臓の音とかいろんなチェックをしてもらって、これ今ヘルニア見てもらったんだって。そして子犬ちゃんたちお待ちかね。ふりゃあ、あなた無事に終わったよ、よかったね。はい、そして次もお口の中からお耳の中からもう全部見てもらって、まあこれヘルニアも見てもらって、みんな問題なかったんだって。さあ行くよ。はい、あなたも終わりましたよ。はい、次もうみんないい子で健康診断受けてくれとる。心臓もバクバクちゃんと動いとったんだって。はい、おー、いい音出すぜ。もうここの獣医さんとこで注射打つとこんな音がするのかな。ほいほい、でもうみんな同じ検査をしてもらってます。そう、あなたも注射ブスに行きますよ。はい、お疲れちゃん。さあ行くよ。はい、これプリンドル男の子。はい、はい、男の子はたまたまも見てもらってね。さあ行くよ。泣いたらいかんよ。はい、終わったよ。はい、あなたもいい子でした。そして次、あー、みんないい子だね。さあ行きますよ。もうパパさんはもうこの音が大好きなんだって。はい、あなたもとってもいい子でワクチン打てたね。今日みんなが打ったのは6種混合ワクチン。なんだかいろいろ説明受けてるみたい。はい、そして無事にワクチンが終わった子犬ちゃんたち、お外でちょこっとだけ撮影させてもらったよ。さあみんな元気はいいかい。今から張り切ってお家帰りますよ。そしてこれ、家に帰ってきた子犬ちゃんたち、もちろん頑張った子犬ちゃんたちをカブちゃんとジェイソクでお出迎え。みんな頑張ってきたんだろ。ジェイソク兄ちゃんいなくても頑張ったんだ、よいしょ、頑張ったんだろ。おい、いいとこ入れてもらったんじゃないの。あら、みんな詰めてよ。カブちゃんもなんかしら来ちゃったから、みんな詰めて。こんなかっちょいいカートで行ってみんなよかったじゃない。ニコラくんも入りたがっとるけど、僕が入っちゃったからもうスペースないんだよね。まあそんな、おい、そっちも詰めてくれよ。